とユダヤ女性を示す名前シュティルマーは、1923年4月20日に、ニュルンベルクのユリウス・ヒトライヒャーにより創刊された、週刊新聞。反ユダヤ主義を旗印とした。当初、ビルヘルム・ヘンデル民衆出版社から刊行されていたが、1935年から、シュティルマー出版社に変わっている。シュティルマーとは、突撃兵、切り込み隊長。 サッカーのストライカーを意味する語。日本語では、前衛というわけが通例。1927年、ハインリヒ・フォントライチュ家の、ユダヤ人は我らの災いである大受伝人とウンサー、ウングリュックという言葉が、各ページの下段に引用されてから、その反ユダヤ主義の色彩を強めていった。ドイツ民族における反ユダヤ主義は、とりわけ、ユダヤ的。 共産主義的世界観に対する継承で、いわゆるユダヤ人によると目される、犯罪行為に対する赤新聞的なデッチ上げ記事から煽り立てられていったものである。それに際しては、中世から伝播されてきたような、ユダヤ人は小さな子供を連れ去り人身獄にしてしまう、などといった、誰でもわかるような、明らかなデマも、大真面目に取り上げられた。 こうした戦場的な記事が、大見出しで、反ユダヤ的戦動的な著述からによって誠しやかに広められた。加えてフィップスこと、フィリップル・プレヒト・ラによる、風刺画のような挿絵も多く用いられ、折からのナチ党の勢力新調も手伝って、当時の人々の世論に大きく影響を及ぼした。読者からの投稿欄にも、 一般読者から寄せられた数多くの密告や賛同の誹謗的な投書が掲載されていた。1933年にナチ党が政権を獲得すると発行部数が飛躍的に増え、1938年には100万を超えて小学校の授業で教材として使われるまでに至った。同志はアドルフ・ヒトラーのお気に入りであり欠かさず愛読していたが、一方で、 ナチ島内部にも、その戦場的な言動に対する反感は強く、ヘルマン・ゲーリングは、もともとそのうちの2.3号しか読んでいないが、部下や運転手、使用人には読ませないようにさせている。全くもって、不愉快千万な新聞だとまで言い切っていた。このためシュテュルマーシは、ゲーリング夫妻に対する個人攻撃を掲載し、結果としてシュトライハーが、 ナチ党で失脚する一員となっている。またアウシュビッツ強制収容所の所長ルドルフヘスでさえ、シュテュルマーシの低俗さを毛嫌いし、1936年のベルリンオリンピック開催時にはキオスクでの販売が一時的に中止させられるほどだった。嫌をされながらドイツ国内で売れていた理由について、ハンス・フリッチェは、党は、そう簡単に、 国家社会主義党員になることはできない。努力が必要だと言っていた。だから、新しい党員は、自分が良き国家社会主義者であることを証明するものを、探していた。それで好むと好まざるとにかかわらず、人々は、レアシュキュルマー紙を購入した。そうすれば自分が良き国家社会主義者であると、証明できると思ったからだ。 このように非常に多くの人々が良き国家、社会主義党員であることを証明したがっていた時に、レア・シュトゥルマーの売り上げは伸びたのだ。と推測している。シュトゥルマーの最終版は、ナチ党支配の終了が間近となった1945年2月22日の版である。過激な反ユダヤ主義を煽った編集者シュトライハーは、戦後にルンベルク裁判で人道に反する罪を問われ、 死刑を宣告されて処刑された。イラストを担当したルプレヒトは1945年に、中労働10年の判決を受けている。街頭のシュティルマー掲示板に見る人々、看板には、シュティルマーと共に裏切り者ユダへ立ち向かえ。年度、バンブスー、金森聖夜著、ゲーリング原稿録、那智空軍元帥大いに語る165ページ、ゴールデンソーン2005、P100。 ありがとうございます。